子供の夢の庭は、デイビッド・マスランカが作曲した、吹奏楽曲。ジョン・ペインター夫妻の移植を受けて1981年の夏に作曲され、1982年2月に、イリノイ州エヴァンストンのノースウェスタン大学において、ペインターの式、同大シンフォニック・ウィンド・アンサンブルの演奏で、上演された。カール・グスタフ・ユングが、一般向けに表した、人間と、 象徴に、ある精神科医が10歳の娘からクリスマスプレゼントとしてもらったノートの話が書かれている。そのノートはその子が8歳の時に見た12の夢を記したもので、マスランカはその不思議な夢にインスパイアされ、その中から5つを選び、それぞれを音楽にして組曲にまとめた。マスランカの吹奏楽曲としては初期に書かれたもので、代表作の一つとして演奏される機会も、 比較的多く日本のレーベルを含め複数の録音が市販されている。演奏時間は約35分。フルスコアは1995年にアメリカのカール・フィッシャーから出版されており、演奏用のパートフも同社から歌詞譜として提供されている。以下の5曲からなる。各曲の演奏時間はマロリー・トンプソン式ノースウェスタン大学シンフォニック・ウィンド・アンサンブルの 演奏による CD の表記に基づく。日本語訳は参考文献に基づくが、曲名の日本語と合わせての夢の形にされていることもある。月面に砂漠があって、そこではこの少女はあまりにも深く土の中に沈んでいったので、とうとう地獄に達してしまう。酒に酔っ払った女の人が水の中に落ち込み、良くなって正気になって出てくる。小さい動物の群れが、 夢を見ているこの子を脅かす。動物たちはものすごい大きさになり、そのうちの一匹はこの少女を飲み込む。一滴の水が顕微鏡で見ているように見える。少女はその一滴の水に木の枝が詰まっているのを見る。このことは世界の起源を示しているものである。天国へ上がっていくと、そこでは異教徒の踊りの儀式が行われている最中である。そして、 地獄へ降りていくと、天使たちが善行を行っている最中である。ありがとうございます。